ニンテンドー・オブ・アメリカが N95 マスク約1万枚をワシントン州の医療従事者へ寄付しました。皆さんこんにちは、日野本真子です。今回は、ニンテンドー・オブ・アメリカが N95 マスク約1万枚を寄付に海外が大絶賛の話題です。海外、日本大好き。これはワシントン州ノースベンドの公式サイトが投稿したニュースで明らかになったもので、ノースベンドの救急サービス所属者や医療提供者を支援するため、ニンテンドー・オブ・アメリカが9500枚を超える数のマスクを寄付されたと伝えられています。寄付されたマスクは N95 微粒子マスクと呼ばれるもので、最も補修しにくいと言われる 0.3 マイクロメートルの微粒子を 95% 以上補修できることが確認されている高性能の医療用マスクです。ノースベンド氏は任天堂に感謝を述べ、このマスクが消防隊員らによって分配され、地区全体の医療従事者の手に渡ることをウェブサイトで知らせました。同社のジェリー・ダンソン氏によると、このマスクはもともと緊急時用に準備され保管されていたもので、現在の新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、他の場所でもっと役に立つ可能性に気づいた、今必要な他の場所に提供すると寄付したとのことです。この話題に海外から様々なコメントが寄せられました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。任天堂が9500枚以上のマスクを寄付。任天堂をこれ以上愛することはできないと思っていたのに。 N64 マスクと呼んで欲しかったな。でも受け入れよう。よくやった。少なくとも N64 プラス31だ。2020年の任天堂95発売確定。任天堂64は聞いたことがあるけど、任天堂95なんて聞いたことがない。 N64 マスクではないことをダブルチェックするべき。 N95 9500枚、寄付する量でダジャレ。これは素晴らしい。でもどうして彼らはマスクを持っていたの？戦争に参加する一方でロックダウン中の子供たちを楽しませる。日本のことが大好き。彼らが日本に寄付しなかったことに驚いたよ。だから任天堂は最高なんだ。ソニーやマイクロソフトはこういうことをしないよ。アメリカは他国を助けるために何もしていないのに。大好きな会社がいいことをするのを見るのはいつだっていい気分。どうして任天堂が N95 を持っているんだ？記事によると防災のために持っていたらしいぞ。ありがとう、マリオ。以上が海外の反応です。さすがは大企業ですね。本当に素晴らしいです。今アメリカはとても深刻な状況のようです。この寄付が少しでも役に立ち、早く収束することを願うばかりです。皆さんもご意見や感想がございましたら、ぜひコメント欄お願いします。よかったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。それからシェアしてくれたらとっても嬉しいです。よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。